まもなく体育館で高野祭を始めます。皆さんぜひご参加ください。高野祭？よくわかんねえけど、メインはもう終わりなんだろ。別に誰からも誘われてねえし、帰ろうぜ。あれ先輩、高野祭行かないんですか？なら一緒に行きませんか？せっかくのお祭りだし、楽しんだもん勝ちですから。始まってますね。行きましょうよ先輩。さてさて、次は毎年恒例囚人制の主張です。の前に、今年はちょっと趣向を変えまして、サプライズイベントを用意しました。ダンス同好会の皆さん、カモン！さあみんな、彼らに負けずに踊っちゃってくれ！こういうのって踊らない方が浮いちゃって恥ずかしいんですよね。先輩、踊りましょう。やりますね先輩。それじゃあ会場が温まってきたところで曲編行ってみようか。君1年の吉沢さんでしょ？ちょっとお願いあるんだけどさ。わかりました、やります。先輩、頼まれちゃったのでちょっと行ってきます。私のこと見ててくださいね。おい、見ろよ。え？けど楽しかったです。思わずノリノリで踊っちゃいました。ありがとうございます。さっきのダンスすごかったな。ねえ、私見入っちゃった、
お父さんからです。遅くならないうちに帰ってこいって。すみません、そろそろ失礼しますね。はい、失礼します。高野祭とても楽しかったです。一緒に行ってもらえたので。それでは。勝負は魔法の言葉みたい。さてさて、次は毎年恒例囚人生の主張、拍手。主張？こんなイベントがあるんだね、知らなかった。さあ、どなたか主張してくれる人いらっしゃいませんか？こちらからご指名しちゃいますよ。指名だって誰になるんだろう。そこのイルフアパーマの女子、君に決めた。え、あの人こっち見てない？団長までお願いします。呼ばれてるよね。もうお願いします。じゃあ行ってきます。お名前はって噂の奥村さんですね。昇進の女の子を引っ張ってきてしまって、すみません。そんなお気になさらず。なんか主張あります？主張ですか？たくさんありすぎて。じゃあ奥村さんには一つ質問を。この中に怪盗団がいると思います？え？ずっとね。奥村さんにとってはお父さんの仇になると思いますが、明智君が言った怪盗団の正体気になりますよね。で、この中に怪盗団がいるかどうかどう思います？奥村さん。そんな。取材みたいになっちゃったね。あそこであんなこと言うなんて全然予想してなかった。
ままじゃ私何もできなかった。ありがとう、助けてくれて。あなたって不思議な人だけど頼りになるよね。あなたとだったら私これから先も大丈夫だと思う。なんてね、将来のことなんてまだわからないものね。明智くんのことは気になるけど、初めての高野祭楽しかったよ。これで最後なんだけどね。これあげる。さっき買ったんだけど。うん、入りましょう。